日本では東京オリンピックが開催された高度経済成長期、人口増加などの環境変化を踏まえ、生活に必要な道路や橋などのインフラや学校など多くの公共施設を急速に整備してきました。公共施設には寿命があり、その寿命は一般的に約50年から60年と言われています。そのため、日本中の公共施設がこれから次々に老朽化し、一斉に更新時期を迎えることになります。しかし、今や日本は人口減少社会の到来など、社会経済状況が大きく変化し、今後財政状況がますます厳しくなる見通しにおいて、公共施設における老朽化対策のための財源を確保することが困難になってきています。そのような中、2012年12月、中央自動車道の笹子トンネルの天井板が落下する事故が起こりました。死者9名、負傷者2名を出した痛ましい事故です。この事故をきっかけに、市民の安全確保のため、道路や橋などのインフラだけでなく、公共施設の維持・更新などは必要不可欠であると考えるようになりました。そこで、こうした事故を二度と起こさないようにするため、今後の公共施設の維持や更新について、その費用も含めた対策をしっかりと講じていくことを目的に、国を挙げて取り組むこととなりました。そして現在、その取り組みとして国や各自治体で進めているのが、公共施設等個別施設計画の策定です。公共施設等個別施設計画とは、公共サービスを提供するために必要となる公共施設を安全に使用するため、公共施設にかかる費用の縮減や平準化を図りながら、施設ごとの将来にわたる改修・更新時期等の具体的な対応方針を定める計画のことです。八千代市でも現在策定作業を進めており、2021年3月末までに策定する予定です。なお、本市における対象施設は、学校や公民館、図書館など、すべての公共建築物を対象としています。計画期間は、上位計画である公共施設等総合管理計画と整合を図るため、2021年度から2050年度までの30年間とし、継続的な実態把握を続けながら、5年ごとに見直しを行う予定です。では、八千代市の公共施設はどのような状態なのか見てみましょう。これらの写真は、公共施設等個別施設計画の策定に向け、各公共施設の劣化状況を調査した時の写真です。外壁は塗装の剥がれや爆裂、屋根は錆や部分的な損壊、屋上は劣化による防水機能の低下、天井は雨漏り、受水槽や空調設備などは錆や腐食が発生、床はタイルの劣化など、多くの公共施設でこのような老朽化が進行しており、整備が追いついていない状態です。ここからは八千代市の現状についてご説明します。こちらのグラフは、公共施設面積と人口の推移を示したグラフです。公共施設の延べ床面積を表した黒線を見てもわかるように、八千代市においても1970年代の
急激な人口増加に合わせて集中的に公共施設を整備してきました。人口については今後5年程度は微増しますが、以後減少に転じると推計しています。棒グラフの緑色部分は主な納税者となる生産年齢人口を示しており、その生産年齢人口が今後大きく減少することから、現在の施設保有量を維持し続けるための財源の確保は困難になってきています。次に八千代市の財政状況についてご説明します。こちらのグラフは市が使うお金の中で扶助費と投資的経費を抜粋し、その推移を表したグラフです。赤色の扶助費というのは、児童や高齢者、障害をお持ちの方などのために使うお金で、近年市のお金の中で多くを占めています。また青色の投資的経費というのは、学校や公園、道路など公共施設の整備のために使うお金です。この両者を比較してみると、少子高齢化等の社会環境の変化により、扶助費は年々増加を続けていく一方で、投資的経費はその扶助費を確保するために縮小していかざるを得ない状況となっています。時代とともに社会も変化し、税金の使われ方が変わってきているのです。次に八千代市の公共施設は建ててからどのくらい経っているのか見てみましょう。こちらのグラフと表は、公共施設の建設後の経過年数を10年単位で分け、伸び床面積の割合を示したものです。2020年3月末時点で、市では約 37.5 万平方メートルを保有しており、その6割以上の施設が築30年以上を経過した老朽化施設となっています。次に、八千代市の公共施設はどのような施設が多いのか見てみましょう。こちらのグラフは、2020年3月末時点の公共施設の延べ床面積を施設分類ごとに分け、その割合を示したグラフです。施設をさまざまな分類に分けていますが、ご覧の通り圧倒的に多いのは小中学校で、全体の面積のおよそ6割を占めています。全国的に見ると、小中学校が占める割合は平均で約4割となっており、これは八千代市特有の現状かもしれません。では、今あるこれらの公共施設を減らすことなく、このまま維持し続けた場合、どうなるのでしょうか。こちらのグラフは、今ある公共施設を築30年で改修、築60年で更新を行った場合、将来かかる費用を試算したグラフです。今後30年間で総額1788億円、青線で示している年平均では、59.6 億円の費用がかかることとなります。一方、赤い点線で示しているのは、公共施設等の改修・更新などにかかった過去3年間の平均値です。年平均で 23.8 億円となっています。この 23.8 億円を今後も改修・更新などに使えるお金として見た場合、約 2.5 倍もの乖離が生じることになります。これまでの内容から八千代市の現状を整理します。八千代市は1970年代の
急激な人口増加に合わせて集中的に公共施設等の整備を行った結果、現在多くの施設で老朽化が進行しています。保有している公共施設等のうち、およそ6割が小中学校となっているのが特徴です。また、少子高齢化等の社会環境の変化により、扶助費は年々増加する一方、公共施設等の改修・更新に充てる投資的経費は減少傾向となっています。主な納税者となる生産年齢人口は、今後大きく減少する見込みです。以上のことを踏まえると、今ある公共施設等をこのまま維持していくことは困難な状況であると言えます。この問題を解決するため、個別施設計画ではその対応を考え、その考えのもと、施設ごとに具体的な方針を定めていきます。まず、本計画の策定にあたり、施設を長期にわたって安全・安心に使用することを前提に、建物の構造躯体の目標使用年数、改修・更新のサイクルや整備レベルの見直しを行い、整備の優先順位を定めました。建物の目標使用年数として、先ほどの将来コストの試算では築60年での更新でしたが、本計画では物理的な耐用年数まで使用し続けることを原則とし、80年に設定しました。次に、施設の改修・更新を行う時期として20年周期を標準とするサイクルに設定しました。中間年となる40年については、全面的な改修を行う長寿命化改修として計画しました。そして、各公共施設の劣化状況調査結果や築年数、施設の重要度などをもとに改修・更新の優先順位を設定しました。この基準の見直しにより、将来コストの30年間の総額は減り、年平均でかかる費用は 32.7 億円という試算になりましたが、過去3年間の平均値である 23.8 億円とは、未だ約 1.4 倍の乖離が生じています。この乖離を埋めるべく、一つ目の対応として、集約化や複合化による公共施設等の総量削減が必要と考えています。適正な公共施設の規模を検証し、保有面積を減らすことで、改修・更新にかかる費用を減らします。集約化や複合化を考える上でのポイントとしては、人口推計や施設の利用状況、利用者1人当たりのコスト状況や施設面積当たりのコスト状況、そして同類・同種施設の配置状況や地域ごとに実態を確認し、集約化や複合化などによる総量削減を検討します。そしてこれらの考えをもとに、学校施設への複合化や適正規模・適正配置への取り組みを行っていきます。八千代市の現状でもお伝えしたように、保有している公共施設等のうち、およそ6割が小中学校です。そのため、公共施設等の全体最適化を図るためには、学校施設における取り組みが非常に重要となります。学級数の減少により、余裕教室が増えている場合や、地域に公共施設が少ない場合には、学校施設へ他の公共施設や機能を複合化することで、施設の有効活用と総量削減を図ります。また、すでに小規模化している学校や将来小規模化する見込みの学校については、適正規模・適正配置の検討を行います。
二つ目の対応は、歳入の確保です。八千代市の現状でもお伝えしたように、公共施設等の改修、更新などに充てる投資的経費は減少傾向となっています。そのため、公共施設等の改修、更新などに必要な歳入を確保する取り組みも必要です。その取り組みの一つが利用料金の見直しです。受益者負担の適正化を図り、施設の維持管理にかかる経費の一部を賄うため、施設の利用料金について見直しを検討します。そしてもう一つの取り組みが余剰地の売却・貸し付けです。活用方法を検討した結果、余剰と判断された土地については、歳入の確保のため、売却・貸し付けを前提に検討します。これらの取り組みを進めていきますが、この他にも民間活用や近隣自治体等と連携し、広域化によりサービスを提供するなど、さらなる維持管理費等の削減を図る検討も合わせて進めていきます。以上が公共施設と個別施設計画についての説明になります。この動画の序盤で、公共施設と個別施設計画とはということで説明をいたしましたが、公共施設と個別施設計画というのは、言い換えれば、限りある財源の中で安全・安心な公共施設を次世代へとつなげる計画であると私たちは考えています。そのためにも、未来を見据えた公共施設のあり方について、ぜひ一緒に考えていきましょう。